女の子大好き、可愛い子大好き、美人の子大好き、はい、女性全般大好きな本命です。はい、ということでですね、とうとう私ですね、女の子たちをですね食べちゃいます。はい、ということで、ね、どういうことかと言いますとですね、はい、さっきも見せた通りですね、こちらですね、はいはい、前に案内した、萌え娘たちですね。はい、この子たちを食べます。はい、なんで逆さか、カメラをまあこうすればいいんだけど、こうすればどう、ちゃんと映ってる、まっか。ですね、下からハサミを入れて、お米を出しました。はい、まあ、下から切ることによって、ですね、いわゆるあれですよ。はい。今、わかってる通り。下からこうやって覗けばですね、下着が見える。見えないね。見えないか。見えないや。下着なんか見えるわけがないよ。そりゃそうだ。はい、ということでですね。はい、残念ですが。まあ、そんなことよりもですね。ということで今日はですね、私のキッチンでですね、お米を炊きました。はい、キッチン、これらは何か、ですね、まあ甘いもの大好きなんで、まあこれはいいとしてですね、これが私のキッチンです。ちょっと汚いですけどね。はい、ちゃんと炊けたかな。おお、炊けた炊けた。この黒いの何か、これ海苔です。あのね、もう少し綺麗にあったんだけど、この海苔を置くことによって、炊くことによってですね、どれがどのお米か。そうですね。はい。いわゆるあれです。はい。炊飯器は一つしかないんで、一度に炊くには、こう、三等分するしかないですね。こちら。こちらがね、絹娘ちゃんですね。島根の。そしてこちらが、順番で言うと、ミルキークイーンですね。で、こちらは秋田小町の方ですね。はい。っていう風に焼きました。はい。じゃあこれをですね、今からね、食べたいなと思ってます。はい。ちょっとね、このラーメン丼にちょっと入れてくるんで、どうしようかな。ちょっと置いときますね、カメラを。愛ちゃん、愛ちゃん、ちょっと持ってよ。愛ちゃん。動画に出るのが嫌だ？しょうがないな。やっぱり私が自分で盛るしかないか。はい。ちょっと海苔が、いいか。海苔は海苔で味のアクセントとして。そうしようかな。こう、どう、いいか、こうしようかな。はい、できました。盛り付けしました。はい、ちょっと分かりにくいかもしれないけど、この辺がですね、はい、こちら、絹娘ちゃんですね。はい、絹娘ちゃんです。はい、そしてこちらがですね、ミルキークイーンです。はい、ミルキークイーン、はい、この子ですね、ミルキークイーン。ミルキークイーンですね。はい。そしてこちらですね。こちら、この辺ですね。こちらがですね。はい。こちら。こちら、この子ですね。はい。まさに秋田美人。はい。秋田小町ということですね。秋田小町。はい。ということですね。はい、ということなんです。はい、じゃあですね、今からこの子たちをですね、食べてみたいなと思います。よいしょと。はい、じゃあですね、食べます。どうして私今日はこういう格好してるか。はい、ちょっとね、お風呂上がりなんですね。はい、ちょっと帽子を外しましょうかね。はい、ちょっとね、お風呂上がりなんでこういう格好してるんですけどね。はい、
よいしょと。じゃあちょっと食べてみますかね。はい、今から食べますね。どの子が美味しいのかってことですね。はい、いやー、さてさて食べようかね。いやー、どの子が美味しいかな。マスクを外すと顔が見えるからな。ちょっと気をつけながらこう食べようかな。おいしい。おいしい、おいしい。おいしいわ。みんな見てる？おいしいよ。ダメだよ、ウサちゃん。ウサちゃんダメだ。カメラ動かしちゃダメだよ。ちょ、ダメダメ。これは何でもないですよ。アルフォートですけど、何でもないですからね。これダメだ。ダメだよ、ウサちゃん。君は動かしちゃカメラを。最近動画出なくて出番がないかって、そんなことしちゃダメだよ。サムネに使ってあげてるでしょ、たまに。本当にもう、うさちゃんはね、もう、いません。はい、ごめんなさいね。はい。ちゃんと食べますよ。はい。箸も動くでしょ。はい。じゃあですね、まずこちら。絹娘ちゃん食べますね。食べてますからね、ちゃんと今度は。はい。なんでズームアップにしたのかな。ズームアップにしてもしょうがないんだけど、食べてますからね。絹娘ちゃん。続いてこちら、ミルキークイーンを食べますね。ミルキークイーン、ミルキークイーン、ミルキー、どういう意味かな。ミルクの香りがするってこと？この可愛い女の子のミルクのような、大衆のような、なんとも言えない甘ったるい香りが、いやいや、お米の味だ。お米の味を言わなきゃ。ミルクの味は別にしないな。ミルキーっていうから、不二家のミルキーとは関係ないね。それは関係ないか。私ね、よくね、絹娘ちゃんはね、よく食べてるんだけど、このミルキーちゃん、やっぱりちょっとね、味がちょっと柔らかいのかな。味が柔らかいっていうの表現もどうかな。お米が柔らかいって言ったのよかな。はい。じゃ続いてこちらですね。はい、こちら。秋田美人の秋田小町ちゃんのね、を食べてみたいと思いますね。はい。どんな味がするかな。なんか海苔の味がするな。そりゃそうだ。海苔つけてんだ。まあ海苔はいいとして、この歯ごたえはミルキーちゃんよりちょっと固めかな。どうかな。歯ごたえはいい。美味しい。美味しいよ。さすがに美人なだけあって美味しい。いや、美味しいな。この、秋田小町ちゃんの、あそこの部分とか、あそこの部分が美味しい。いやいや、何を言ってるんだ、これは。はい、お米ですからね。はい。はい、ということですね。結局ですね、どれが一番美味しいか、決めかねますね。どうしようかな。どうしようかな。ミックスしようか。ね、ミックスしよう。ちょっと、ミックスしよう。もう、海苔も合わせてミックスしよう。ミックスしてしまおう。はい。ミックスしました。ミックスしたこの子たちを食べましょう。
もう3人をミックスしたから 4P プレイですね。はい、何言ってんのかな俺は。うん、うん、いや最高ですね 4P プレイは。うん、美味しい、なかなか美味しいですね。うん、おかずがなくても美味しい。うん、多分この子たちとキスしたらこんな味なのかな。うん、何言ってんのかな。はい、うん、まあね、なんていうのか、食レポはあんまり私得意じゃないので、あのあれです、気になった方々たちは、はい、毎度おなじみ、はい、毎度おなじみですよ。私が言う言葉はみんな分かってますね。はい、気になる方は Amazon で買ってください。はい、ということです。はい、あ、日頃みんな思ってるのかしらけど、あの私別に Amazon の回し物じゃないですからね。はい、はい、あ、でもこの子は JA だかったな。うん、JA ウゴのサイトから買ったな。うん、ミルキークイーンは、ミルキークイーンもどっかで買った、どこだったかな。うん、とにかく通販で買えます。はい、絹娘ちゃんはあのアマゾンでちゃんとヒットしますからね。はい、ということでですね、はい、女の子たち3人を食べちゃいましたという動画です。はい、ではですね、あ、でも本物の女の子はいいな。本物といろいろと、あ、何言ってんだ俺は。ウサちゃん君が言わしてるんだよ、ウサちゃん、君が、まったく。はい、ということでですね、はい、美味しかったです。はい、これ、あ、これあれですね、前回デビューした、はい、参考資料。なんでこんなとこ行ってるか、カメラ置いてくるんですね、ここにカメラ。このように私ですね、転がっててカメラを置くんですね。あ、今なんか漫画が出たって。はい、ああいう漫画も好きですね。はい、まあまあいいです。はい、ということですね。まあ筋肉マンも大好きですね。はい、はい、こんな感じですね。はい、こんな感じですね。うん、さてと、冷凍庫にある肉をちょっと解凍して、ちゃんとしたご飯を食べよう。じゃあそういうことで、ご飯をこれから食べます。